上戸はきついチャンピオン、なんとかこの終盤まで来ていますが、きついことはまだあと2ラウンドありますが間違いありません。11ラウンド、今の流れはですね、はい、両者きつくなった精神面で、アルセの方がやっぱり勝ちにいってますよね。ルビリアの方がやることをやってきて、はいはい、そこでもう一踏ん張りのところで力が出なかったですね、今。そうですか。左のストレート、顎のあたりまで行くんです。これ入った、これ入りました。左から打ってきます。連打は できないにしても、一発乗せてきてますね。そうですね、やっぱり一発か、入れ替わりました。さあまたしばらく相手の攻撃を甘んじて受けておりましたが、自分の攻撃に番が来ました。ホルヘ・アルセ、休みたいと思った方が打たれますね、この試合は。なるほど、精神力強い方が勝ちそうです。ポイントは取ったり取られたり、序盤はまさに王者のラウンドでした。そして中盤以降、挑戦者が盛り返してきています。これは挑戦者の作戦だったと思いますよ。作戦通りにいったけど、ね、やっぱり予想以上に前半アルセのパンチの力があるんで、はい、これを倒すのに予想以上にスタミナ、体力を使ったということが言えるでしょうね。で、迎えたこの終盤は両者結構消耗してます。いっぱいいっぱいですよ、今。いっぱいいっぱいですね。いっぱいいっぱいですよ。やっぱりアルセの方が、あれですね、気持ちが入ってますね。客席トラビエソ、トラビエソって言ってましたね、ニックネーム。やんちゃ坊主、もともとやんちゃなんでしょうかね、リング上でもそういう感じが受けるからこのニックネームを持ってるのか。とにかくこの今こそそのやんちゃぶりを11、12で出しておかねばならないところです。おお、回り込んでいこうという、ちょっと体にリズムが出てきたんですかね、はい、チャンピオン。そのリズムを断ち切ろうという攻撃です、挑戦者。左すると、当たった。このラウンドを打ちましたから、アルセは、打ち疲れだった ところに今打たれましたね。ちょっと休み休みですね。本当ですね、打っては休み、打っては休みですね。攻撃とディフェンスが分離しております。攻防分離っていうと非常に良くないように言いますけどね、もうスタミナの配分の一つの手ですね、後半しっかり。でも右ストレート、チャンピオンのいい右。11ラウンド目終了しました。このラウンドもやはりチャンピオンですね、はい。あと1ラウンド、パンチの効果の差です、10対9です、はい。1ラウンド残すのみとなりましたが、小泉さんの採点で、アルセが若干有利かと思われます。こちらがチャンピオン、後半に入ってアルセのスタミナが落ちてきたんで、これは前半の貯金全部持っていかれるかなと思いましたけどね、やっぱり底力今見せてますね。あと1ラウンドです。さあ、あと3分間下がりながらパンチを出します。追いかけます。ルビリアルはもう追いかけねばいけないという気持ちを持っているようです、最初に出てってその勢いでこの3分間乗り切ってしまい、押し切ってしまいというルビリアル。歯をむき出し、マウスピースむき出しで突っ込んできます。うわーと右ストレート、追いかけて追いかけて引き倒し。やっぱり挑戦者ルビリアルの方も諦めないですね、そうですね、勝利への、意欲は見せますよね、ありますね、間違いなくね。あと1分間にかけてるようです。でもこの戦いはもうこの1分間で倒さなきゃいけないというような、そうですね、そこまで追い詰められた打ち方のようです。ポイントが若干不利だということは陣営としても計算はしてますでしょう。マイナスポイントもあります。前半取られて後半
あららら転落はなんとかセーフ。うわお互い足がもつれました、挑戦者が突っ込んでいったところ、まあ、ロープ止めてるもの一つ切れましたかね。あバチンという音しましたもん ね、 そうね大丈夫ですかね、まあ、頭打ってなかったらいいですけど大丈夫でしょう。大丈夫ですね。大丈夫でしょう。あなあこの休憩上げいきなり行きました。アルセあと半分あります。うわ左やっぱりアルセのパンチが力あります。まあチャンピオン思ったんですよね、ここで受けに回ったらいけないと、まあ、やられるっていう感じですね。急に攻勢に転じてきました ね、 したね、ラウンドの半分を過ぎてたまたまあのアクシデントがありましたがそれをきっかけにアルセ打ち始めています。頭を下げながらとシーン、とにかくパンチ振り回します。ルビアル、とにかく打たなきゃ、ということをです ね、 ですね。ルビアルの方は残ってる、まあ、最初ラウンドですから、残ってる力はもう残ってないですからね、まあもう本当に、一滴でも残ってるのは吐き出してやろうというそういうところですが、あ残ってないようです。かなり残ってます。ああちょっと聞きましたね。お互いに失速の中での打ち合いです。気迫は出します。こうして当たってみるとやはりそのパンチのパワーはアルセの方が上です ね、 そうですね。お互いにこう失速の中で比べてみるとよくわかります。アルセが基本的には体全体のパワーを持ってます。まもなくこの試合終了します。もう総力戦ですね。本当ですね。自分の持ってるもの全て注ぎ込んでた。試合終了です。静も根も突き放ったという。それでもアルセ駆け上がっていきました。いや手を痛めたからって言って何かファンに言い訳してるみたいな、ね、そんな感じですね。痛いんだよと痛めちゃったというようなことを言ってるようです。まあ、打ち倒せなかった照れ隠しなのかもしれません。言い訳か。まあでもポイント的には若干上回ってるかと思われるんですがどうでしょう。判定になります。新チャンピオン誕生かあるいは、アルセの7回目の防衛成功か。ちなみにルビデルはこれが3回目の世界戦であります。3度目の正直という言葉は日本にありますがフィリピンにあるか。まあ、IBF のですねゾラミ・ペトロに挑戦したことありますね、その時も判定負け。これは99年ですよね、はい、で前回のこの3年前ですよね。そうですね。2人の戦いも前回、王座決定戦でありました。うわこれはちょっとびっくりしました。頭を打たなくてよかったですね、de los jueces es la siguiente. Robbie O'Malley da una puntuación de 119-108. De Jorge Travieso Arce. Arce の勝ちですね。119-108. Gail Van Hart da una decisión de 115-112.115-112、はい、あルビラルの勝ちって言ってますね。115-112、はい、今なんかちょっと115-112 2-1を持ちましてアルセ防衛であります。今アナウンサーは3対0って言いましたよ、はい、ということで転生しましたけどね、結局3対0なんですね。3対0ですね。画面なんかディシジョン DVD だっていうのはこれスプリットディシジョンですけれど、はい、そうじゃないんですね。3対0ですね、はい、119-108、これは1人、はいはい、あとの2人は115-112、はい、3ポイント差が2人。